い、ではやっていきましょう。今日のメイクは、ちょっと濃いめというかね、パーティーとかお出かけぐらいのメイクを雑談メイクしながらやっていきたいと思います。今日も顔に覇気がない。ということで一番最初に、ポーランドジョーの下地、もう毎回これです。なのでもう驚きはないでしょう。私はね、冬は乾燥なのでモイスチャライジングプライマーがないとね勝てないんですよ、乾燥に。いきます。ベースのカラーはブラウンのカラーを使いたいと思います。なりたい雰囲気がいろいろあって困ってます。藤子さんならどう決めますか？なりたい雰囲気いっぱいあるんですよ。ゴシップガールのブリアみたいになりたい時もあれば、なんかストリート系のなんかかっこいい系の女子、タトゥーみたいな感じの女子になりたいって思う時もあるし、何でもあるんですけどね。一つに縛られるより全部やっちゃってもいいと思いますよ。私結構服を着る時ってなんか今日はストリート系だけど、なんかニューヨークスタイルとかいろいろやってるんですよ。ワンピースとかフリフリ系とか、一つに縛らなくてもいいと思いますよ。どう決めますかじゃなくて、もうウィークリー、違う、もうデイリー、自分もう毎日毎日変えちゃって大丈夫だと思いますよ。あれ昨日なんか可愛いふわふわ系だったのに今日ストリート系じゃんみたいな振り幅感じで行っちゃっても、人生別になんか損しないっていうか問題ない。みんな思ってるほどね、人に対して気にしてない、何か言ってくるような人ってまあまあいるかもしれないんだけど、あの人生において大切な人ではないんで、そういう人たちって好きに生きちゃって、自分のなんか着たいもの着て毎日楽しんでくれた方がまあ人生長いんで楽しいと思いますっていう話です。すんごい見て破壊光線いろんなもん一つに縛られずに自分でやってほしいと思いますね。誰ですかね私ピンク味が強いよ。Jウォーターをしてるんですが、財力あるウォーターにマウントばっかり取られて、お金が全てじゃないけどめっちゃ落ち込んじゃいます。さきちゃんだったらどういう感じで乗り切りますか？なんかこう張り合ってくる人っているんですよね、どこの世界でも。マウント取ってくる人っているんですけど、私は思うにそこでしか張り合えるところがない。もうなんかお金とかそういうことでしか自分がさ勝てると思ってないから、まあ弱い人間なんだなって私は思ってます。毎回その自慢してくる人っていると思うんですよ。マウントとか、あの丸丸ちゃん有名人ねとかと、普通に飲んでるよとか言ってる人とかもたまに見かけるんですよ。何々ちゃんと知り合いだよとか言ってくるとか、なんだけお金かけても私の方がすごいみたいな来るというか、そういう人それなしだったらなんかあんのお前って思っちゃうんですよ。あんまないんだよね。だから自慢するとこが本当にそこぐらいしかないっていうか、まあ、すごいと思ってもらえるところがそこぐらいしかないんだなって思った方がいいですね。だからこそそこでやってるし、そこで、承認欲求認めてもらわないと保てないんですよね自分も。悲しいですよ、かわいそうにと。あの、ね、落ち込んでしまったらもう思うツボなんで別にいいんですけど、悟られずに落ち込んでください。なんかへえすごい、お金いっぱい使ってるんだね、だってすごいね、推しにめちゃめちゃ貢いでるんだね、すっごい好きなんだね、すごい、でも私も私で頑張ってるかな、ヨーロピコン。なんか人それぞれだし、お金の稼ぎ方とか額とかも全然違うと思うから気にしないでいいと思いますよ。さ、その中での割合ってやっぱ人それぞれあると思うの。だってさ、月200万稼いでる人がじゃあ20万費やしてますっていうのと、20万稼いでる人が10万円費やしてますって言ったら、割合的にはさ20万のうちの10万費やしてる人の方が割合は多く上げてるわけじゃん。だしそれってそのどれだけ削ってやってるかっていうか、その人のために貢ぎたいなとか思ってるかってことだからさ、張り合うもんじゃないんだよね、金額じゃない、あの思いのでかさ、かわいそうな人間だなって思って褒めといてあげましょう。そういう人すごい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 って今聞かないなと思って、あの静かに退散すると思いますよ。こういうアイシャドウ系のやつって難しいの、あのピリリングするのが、色味をね、結構難しいのよこの色味。あ、すごい腫れた目みたいになっちゃう。あ、でもなんか透明に見たらまあ綺麗じゃん、スモーキーアイ的な。来ました。彼氏のことが好きだけど彼氏は私のことを好きかわからないって言われました。別れるべきですか？っていうか、恋愛してきて思ったんだけど、なんか好きか分からないって何、それ好きか嫌いかっていうか、なんかもうその情で付き合ってる的な感じ言われてもさ、やっぱ女ってっていうのも嫌なんだけど、私あんまり好きじゃない。やっぱ人間その時間を費やしてもらって、こう好きだ好きだ好きだってやってもらった方が幸せになれるのよ、普通に考えてね。なんか好きか分からないって言われたら、終わりじゃんって思わない？なんかそんな人と一緒にいても、なんかこう大して何かになるかって言われたら何もならんやん。だって好きか分かんない人と付き合ってたら時間がだけが過ぎていく、時間の無駄じゃんって言ったら、好きか分かんなくなっちゃったんだね。じゃあ私なんか次行くよ。バレるべきですかっていうよりも、多分ね、あの女の子って基本的に人に恋愛相談するときって割と自分の中で答え出てるんだよね。なんか疑問に思った時点でもう自分が本能的になんて言うんだろう、え、
これってちょっとどうなのかなって思ってるから相談してるんだって、なんかもう多分心の中で出てるんだけど、なんかそんなことないよみたいな、もうちょっと頑張ってみようっていうのはこう希望を持ちたいんだよね、やっぱり相談してる時って。私もそういう意味で相談してたから友達に。でも分かるんだけど、ガチで正直に答えてくれてる友達ってこんな男やめなよって大体言うと思うんだよね。分からないって言ってもやっぱ別れるまではいかないだろうみたいな感じを持ってて結局別れちゃうみたいな。で、あの時別れればよかったなみたいなのがよくあるじゃないですか。なんでこうもう人にアドバイスもらう時すごいいっぱいあると思うんだけど、自分の直感をね大事にした方がいい。女の感って基本的に正しいからさ、友達にこう言われるのも採用しつつ、多分分かってると思うよ何すべきか。別れるべきかっていうよりも、愛してくれてない人と、だって好きか分かんないじゃんっていう人と一緒にいても無駄じゃねって、何のために一緒にいるの、あの人と一緒に幸せになりたいとか一緒にこういうことしたいって思うから付き合ってるんでしょ、なんで一緒にいるんって感じだから。だから分かってると思いますよ、相談してきてる時点で。答えは出てるでしょ、違うの、どうだ、どうなの。30代でハートのアクセサリーを身につけるのっておかしいでしょうか。なんかこう年相応みたいな、なんかそういうお悩み相談ねみたいな。私このなんか何歳だから何した方がいいとか、何歳だからこれ着るなとか本当にくだらないと思ってるんですよ。たまにいるじゃないですか、この年なんだからさこういうファッションはやめなよみたいな。いやだってその思い入れとか違うし、そのアクセサリーに対してのね。だってそのハートのアクセサリーってもしかしたら、まあ、今結婚してる人とかにその記念日でもらったものとかだったら大切にするし着たいつけたいって思うじゃん。それなんか年に見合ってないからどうのこうのって言われる筋合いもないし、思いわかんないでしょって思うの私は。という過去の話をすると、中学生の時おばあちゃんっていうかおばあちゃんのお姉ちゃんなんだけど、新年にさ毎回スワロフスキーをくれてたわけよ。こうさきちゃんはスワロフスキー好きだからっておばあちゃんがハローキティのネックレスをくれたのね。中学生のセンスとは合ってないって思われたらしくて、こう毒舌な子がいたのね、そのクラスに。中学あの私服の学校だったから日本なんだけど、ネックレスとかもつけていいのよ。でネックレスとかつけてて、そのハローキティのネックレスをつけて行ったの。別に正直に言うと私おばあちゃんが好きだったしもらったからつけてただけなんだけど、なんかハローキティダサくないみたいな感じで言ってきた毒舌の女の子がいたんだけど、正直その時にめちゃめちゃ心に残ったね。関係ねえっしょ、ハローキティのがどういう風に誰がくれたとかそいつは知らないだろうけど、私にとってはなんかただのアクセサリーではないのね。なんか自分で買ったアクセサリーとかじゃなくて、人にもらってその思いをちゃんと入ってたアクセサリーだから、それがなんかこう見知らぬやつになんかダサくねって言われた時にショックだったっていうか、こいつってそういう人間なんだ感じで思っちゃう。それ以来なんかそいつのこと特にいいように見れない。そっからさ関わる気も起きないしさ、そういうこと言われると、あの気にしないでそのハートネックレスつけて行ってください。好きなもの着てあのこうモチベーション高める方が私はいいと思いますよ。あの TPO はわきまえてね、さすがにあれだよ、ウェディングに喪服着ていくなっていうのと同じだよ、それは違うぞです。はい、次行っちゃいましょう。普通に仲いい友達や先輩たちとのご飯2人ではない、いや趣味や制限もさせられたり、相手が社会人で私が大学生なので心配なのは分かりますが、どうしたら安心させられますかね、それとも別れるべき。心配性の彼氏パターンですね。趣味も制限されるんだ、辛いっすね。それは何だろう、数々のメンヘラを通り抜けてきたんですけど、私がね例えば何をしようとやつらのせいなんですよね。なんか私連絡ちゃんとしてるし、飲み行くねーって言って連絡なかったりとかしたことないのに勝手に向こうが不安になってるパターン。でもそれって私の問題かって言ったら私の問題じゃないのよね。やつらが勝手にこうなんかこうしてるかもこうしてるかもって不安になって、その自分の自信のなさを相手を制限することで解決しようとしてるだけなんですよね。自分が変わるべきところではない、変わっても意味ないからね、相手が変わらない限り。なんだろう、それ伝えた方がいいんじゃない。私はそういうことしないし、どうしたら安心させることができるんですか。さすがにその他の人と社会的に交流するのをやめろって言われるのはちょっと違うと思うって言った方がいいと思います。それで分かるんだったら分かると思うんだけど、今後例えば結婚とかそういうレベルの話になってくるとモラハラ化しそう。それはあんたの問題だから解決しよう自分で。で何か助けられることがあるんだったらその通りにやるけど、制限するのはちゃうと思うぜって、こちらも連絡ちゃんとするからなって言った方がいいかな。何事も話し合いよ。なんだろう、難しそうであればもうまあしょうがないねっていう、これからちょっと長続きできないよそういう人とはっていうことで別れるしかないかもしれないですね。普段イライラしないので怒り方が分からず黙ってしまう。私も怒らないタイプなんですよ。
あんまり基本的にその家族と喧嘩とかにならない限りは喧嘩しないタイプなんですけど、怒る方がエネルギー使うのよ。やっぱりイライラするって疲れない。しかもなんかここら辺にいる人ってさ、別に関係ないじゃん基本的に。でそういう人にイライラする時間がもったいないのに、私からしたらこの人にこう変わってほしいから伝えなきゃって思う人って、親友とか、まあ、家族とか、あやべ行き過ぎた、そういうレベルの人たちなんですよ。でそういうレベルの人たちってあんまりこう怒ろうっていう感じじゃなくて、話し合いをしようみたいな、こうだと思うからどうですかっていう話し合いができる人たちじゃないといけないじゃないですか。そういう人たちって怒り方も怒り方があんない、もうさみたいな、これさありえねえんだけどみたいな、普通に考えてさ人間としてありえんだけどバカなんじゃないのみたいな、こう人格否定みたいな怒り方する人、仕事できないって思ってます。すごいギンギラギンにさりげなくみたいになっちゃってるよ、うん、ギンじゃないけど、やべえ行き過ぎたわ、めちゃめちゃ目がピンクよ。イライラしてもその伝え方がちゃんとしてればいいわけか、そのこうって言って怒るんじゃなくて、コーラからこうしてほしいな、ちょっとそれは違うんじゃないとかいう怒り方というか注意の仕方の方がいいと思いますね。ただなんか殺意向けてくるというか、本当に向こうが怒ってたら私はやり返していいと思ってるんですよ基本的に。だからうるせえなとか言ったら、おめえうるせえやって言っちゃってもいいと思ってるんですよね私は。刺されたら刺し返せみたいな、目には目を歯には歯をっていうタイプなんですけど、そういう人にはそういう風に返していいと思うけど、基本的にはねあんまりエネルギーがねもったいない、怒るのだるい、めんどくさい、だから怒んない基本的に。だから別に大丈夫だと思いますよ、あの怒んなくても。はい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 、何やって、え、も今元彼が、今現在彼女がいるのに2人でご飯に迫っていきます。本人は彼女いることを拒否しています。あ、嘘ついてるっていうか、いないよって言ってるってことね。え、だからどうしたの、行こんくてよくね、元カレが誘ってきたとか、まあ、全然ねあると思うんですよ世の中に。男ってって言う、だからこれまとめて嫌なんだけど、自分のもらったもので今も結構俺のこと好きだろって大体の人思ってるから、あの別れてもねキープしときたいのよねやっぱり。でそれで連絡してくるっていうことよくあるから、なんか今彼女と付き合ってくる、あの時の彼女も良かったなみたいな、元カノもああいうところ良かったな、遊べるなら遊びたい、浮気できるならしたいっていう感じのあれですね、気持ちですね。私そういう人大嫌いなんですよ、あの知らねえがなみたいな、お前とは終わったじゃねえかよっていうタイプなんで、もううち全部ろ、あの LINE も全部ろ、インスタも全部ろ、そう、もう話しかけないでください、人生にいりませんっていうのが基本的に多くて、私全員元からブロックしてるから、何を悩んでるんだい、そんなやついるか。ふさわしい人たくさんいるからさ、そんななんか一回好きだったやつのこと気にせんでええって、強く生きてもっといいやつ探そう。タイを釣るべき、小魚みたいなもん釣るよりと。新卒で入った会社を半年で辞めて別の会社に入った半年です。最近になってやっと自分がアパレルや接客をやりたいって気づいたけど、次転職するときに新卒の会社をすぐに辞めた人間がそもそも日本の社会に必要にされてるのかなって不安になりますという質問というかお悩み、ごめんね、私転職したことないから、転職というかそのまともにこう正社員としてね雇われたことがないから、こうなんかこう軽々しくこう、いやそんなことないっしょんって言えないんだけど、そしたらなんかこう別に良くない、やりたいことが他に見つかってモチベーションになること見つけたんだったらそっち行った方が効率良くないって思っちゃうんですよ。社会に必要とされてますか、必要か必要かじゃないかって言われても、その社会一人一人で成り立ってるからさ、いろんな人がいていろんなことが成り立ってるわけやん。何の職業しかりその人たちがいないと成り立たないわけですよ。別にその電気のチェックする人とか飛び職の人とかいないと、まあ、家も作れないわけだし、バイオリニストとか別にその音楽を弾いて誰かをあの感動させる仕事とかもいろいろあるわけじゃないですか、まあ、いろんな職業あるじゃないですか。一つの一つがそうやってこうパーツでこう分かれてて成り立ってやっとその社会として成り立ってるわけじゃないですか。いろんな人がさいろんなことをやって今歩く道を作ってくれてたりとか、その食べるものを作ってくれてたりとか、食べるものを運んでくれてたりとか、まあ、いろんな人がいるわけですよ。だからこう社会って一人じゃ成り立たないけど集団で成り立ってるからさ、必要とされてない人っていないと思うんですよね基本的に。どうないですか、間違ってます、うち分かんないですけど、どんな職業でもないと困りますよ。なんで気にしなくていいですよ、社会的な意義とか見出し始めたらもう終わんないからね。じゃあ何のために生きてんのって話じゃん、だってどうせ死ぬんだよ80年ぐらいしたら。なんで生きてんの今、いや分かんないよねそんなの。とりあえずなんか生まれてきたから生きてる
毒じゃんみんな。私こういうことがやりたくて生きてますっていう人いると思う？そんないないと思うよ。どうなんですかね、私も人生経験がすごい豊富っていうわけじゃないかな。うーんって感じ。今回はガッツリコントアしていきたいと思います。これね、日本人に合うコントアって難しいんですよね。何が難しいって、の色味がさ、ちょっとクール系じゃないと、アジア人って色味がかかりすぎたオレンジ系のコントアというかクリーム似合わないですよね。親友の彼氏がボラハラ気質でその子の性格も変わってきちゃったけど別れたらなんて言えません。なんで言えないの？逆に親友なら言えるよ、確実に。相手が聞き入れなかろうが聞き入れようが言ってないでそのままスルーするのと言った事実があるのとじゃちょっと違うから、とりあえず言った方がいいとか、私はこう思うよ、こういう人間はなんか良くないと思うし、正直あんたの性格変わってきちゃってるよ、時とこういうこの点が変わってきてるよ、よろしくないですよっていうことをお伝えした方がいいと思いますよ。私はそうなんだね、そうだねって言って話聞くだけだと本人はね分かんないよ、もうフィルターかかっちゃってるからさ。でそういう人たちって言われても分かんないのに言ってくれなかったらなお分かんないからさ、とりあえず私はこう思ってますよっていうのをお伝えして、ちょっと今かけ離れてますよ普通の常識からっていうことをお伝えした方がそこに関してはいいんじゃないか、お互いのためになると思うよ。だってそういう人と付き合っててもさ、魔法が解けるまで結構時間かかるじゃん。なんかまあ言わないのはやっぱちょっと親友だったら違うんじゃないかっていうか、言ってあげてほしいなって私は思いまちゅねー今日は濃いめメイクだからすごいガンダみたいにやってるけどさ。彼氏のことを好きじゃなくなってしまいそうで怖いです。ちゃんとした理由があるんですが、好きな人がいない状況に耐えられない気がします。別れたいけど別れたくないという経験はありますか？ありますよ。このままじゃ自分のためにならないなって分かりつつ付き合ってる場合でしょ。あるよ。っていうか多分女性の大半って大体ね分かってやってると思うんだよね。分かってるけど誰かと一緒にいる自分に依存しちゃってる場合が多いっていうかあるんだよね。彼氏がいる自分っていうの、なんかそういうのを安心するみたいな。私は思うにね、人間長いじゃん、生きんの80ちょいまで生きるじゃん。そんななんか長い人生を歩む中でさ、この人こそっていう人を見つける方が難しいと思うんだよ。残りの60年一緒に歩みますみたいな人見つけられると思う？なかなかむずいよ。でそんな人なんかポッと出てくるわけじゃないんだよね。てか好きじゃなくなりそうってなってんだったら、あらがちマジでその本能で言ってると思うんだよね。ま、毎回言うけど勘大事だと思うよ。違うなって思った時って大体正しいよ。そのフィーリング大事にしてほしいって思います。そこのフィーリングなんで、その別れたくないのは分かんないけど、自分のためだと思って今やっちゃえば残りの人生他の人を見つけることに避けるから、今いなくなるけど探すたびに早めに出れるじゃん。だからこう早めに脱出してほしいっていうか、早く旅に出てほしいなって思います。まあ、前回の動画でも話したんだけど、パパパッとねなんかムーブオンってした方がいいと思いますよ。何年付き合ってますみたいなのがさ正しいみたいなのあるけど、正しい人だったらいいけど、正しい人が出てくるまでは自分も磨いて、相手が違うなって思ったら切り捨てる勇気も必要だと思います。どうないですか？うちの友達でさ、この人全然違うわって思ったらもうすぐ切る人いるんだけど、そいつ幸せそうだから安心していいと思うよ。洗って砕けろはいいことだと思いますか？いいと思いますかって言って砕ける、まあ、失敗しても他学べることあるじゃないですか。なんかあこういうところミスだったなみたいな、こういうなんか石につまずいてしまったみたいな、それは今度さなんていうつまずきそうになった時にここは前やったぞ、ここは前つまずいたぞってなるから、それも学びじゃん。なんかこう失敗しても学びだったら OK なんだよな。さ万が一にでもいいけど、なんか成功する時あるじゃん。なんか当たってったらさ砕けずに成功しましたみたいなパターンも全然あると思うから、まあやんなければ失敗もしないし成功もしないよねっていう話なんで、やっちゃえばいいと思います。とりあえずやれみたいな、 Just do it ナイキ、 Just do it。いい人に出会わない、夏終わっちゃう、あ、じゃあ春終わっちゃう、夏来ちゃう、焦る。彼氏ができない、どうしたらいいんですか系も結構もらうんですけど、なんかこう求めてるうちはできなかったりするんだよね。なんかもういいやって思った時にできたりするから、焦らない。人生何が起こるか分かんないから、まあ探しに行くのは行っていいと思うんですよ。だからこう出会いを求めていろんなところに足を運ぶっていうのはとても大事だと思うんですよね。ただそのなんかこう彼氏欲しい欲しい欲しいみたいなのが出ちゃうとあんま向こうも察知しちゃうし、なんか荒探しとかしちゃったりして良くないんで、こう時間に身を任せて正しい人を見つけるっていうのが大事だと思います。私は基本的にそのなんか幸運なことにポッと出てくるみたいな
タイプなんですよ。でもそれって別にどっか行ったりしてるし、自分がどっかに出向くからこそ出会いがあるんだって。何もしないで家にずっといたらそりゃ無理な話でございますよ。キラキラしすぎて伝わっちゃってますね、このキラキラが。カメラ越しにもう雨が爆発しちゃってますね。こうちなみにトゥーフェイスドのあの今度廃盤になっちゃうやつ、ゴールドのもうギンギラギンじゃないこれ。周りの内定マウントがしんどいです。内定決まったみたいな感じ、なんか何したら決まったみたいな感じなのかな、内定マウントって。そんなマウントあるんだ。なんか年収マウントとかいろいろあるけど、そういうのがあるんだねやっぱり。私なんかマウント取る人、まあ、本当にさっきも言ったけどマジ自信がない人っていうか、それぐらいしかないですかあんたって感じなんで、すごいねそんなところに勝ったなんて。さすがだね、よくやってきて帰ったの、それが報われたんだね、素晴らしいいうぐらいのオーバーリアクションしたら向こうももう満足するっしょ。それでいいと思う。なんかそれぐらい適当にあしらってもいいと思うよ。あ綺麗ですね相変わらず。チークを塗っていきましょう。さきちゃんは職場で性格が悪くて無視してくるような先輩がいた時どのようにメンタルを保ちますか。そんなやつ気にしないって思っても、関わらないといけないと思うとメンタルにきます。なるほどね。なんかこれに関しては私じゃなくて経験豊富な歯型のまんじゅうを召喚したいと思います。バイト先になんかちょっとヤバい女の子そうなの、本当に挨拶したらガン無視して来る女の人がいるらしいんですよ。はじめましてよろしくお願いしますって言ったらしいの。したらガン無視されて、 後々にあの子から挨拶もらってないんだけどみたいな言われたらしいんですよ。その時になんかこういう人なんだなって思ったんだけどみたいな、私それなんかこう返されるの嫌だからみたいな、いや挨拶しましたよねみたいな、なんか無視されたんですけどもう一回言いますね、よろしくお願いしますって言ったらしいです若田のまんじなんでまあそれぐらいのメンタル、まあみんながねみんな得れるわけじゃないの。彼女は結構ガチで経験豊富だからそこまで言ってるけど、私もそうしれって言われてもちょっと難しい部分あるからさ、なんて言うんだろうな。でもそのメンタルは大事だと思うな。なんかメンタルにこう相手にこうダウンさせないっていうメンタルが、そういう態度だったらこっちもそういう態度取りますよ、あんたの思う通りにはさせませんよっていう、もう負けず嫌いだねそこに関してはっていう、もう気持ちで言った方がいい。もうヤンキーそこに関しては召喚してほしいなって思います。私もねちょっとヤンキーでそこぶちかましていいと思うんだよね。なんか人間性終わってんじゃねっていう人に対してなんかこうリスペクトとか落ち込むみたいな、ことをやんなくていいんじゃないって思っちゃう。目には目を、歯には歯よ、同じレベルでこう殴るっていう今年26になるのに親に家を出ることを許してもらえません。どうすればいいでしょうか。どういうこと。でもなんか26ってもうほぼ自立してるような年じゃん。なんかこう自分で稼いでいってると思うし、でまあ何ていうの、自分でお金貯めて一人暮らしして家賃払っていろんなこう生活費のやりくりとか自分でやると思うんだけど、それを許してもらえないってことですね親に。何なんだろうね、過保護とかなんかメリットがあるのかな、その家にいさせることに。なんかそこら辺はちょっと書いてないか分かんないんですけど、自分の人生なんで、なんか親がダメって言ったからダメって縛られるのはどういう状況かわかんないよ、家庭環境とかね。そこは縛られてほしくないですね私は。やりたいと思ってそれ自分がそのできるって思ったことに対して親がその反対してるからもうダメですって思わないでほしいですね。やりたいんだったらやれるから、契約だって別に26だったら自分で取れるっしょ、あの賃貸とかの契約ね。だからもうなんか、やってほしくないんですね。そうなんだ、でも出ます決めたことだから出ます、許しいらない26になった、許してもらうとかじゃない、そういうレベルじゃない、やりたいこと自分でやっていく、そういう年だと思うよ。許可いらないからどういう状況かわかんないけどね、だって一緒に住んでるわけじゃないからさ、なんかこの許しがいると思わないでいいと思う。ドリップのリップラインから引いて、かつ今日はマジでプロになるのよ、ね、最近パーフェクトリップコーンも見つけちゃったんで、ちょっと今からシェアハピしちゃいたいと思います。1種類くらい使うからね、マットサイエンティスト的な感じになってるけど、ちょっとイヴ・サンローランのこちら617番、最近売れすぎてちょっと売り切れになっちゃったやつですね。こちらはね最近開発したんですけど、マットリップの下にティントというかこういうしっかりと吸着性のあるリップを塗るとマットがねシワにならないということに気づきました私。なのでちょっとこれをベースに塗っていきたいと思います。いきます。人の気持ちを考えすぎて友達を気軽に遊びに誘ったりできないです、どうしたらいいですか。なるほどね、心配性とかそういうレベルのこと、考えすぎちゃって心配しちゃってなんかこう思われるかなとかそういうことでしょうね。自分から誘わないとか、私の場合はどうでもいいと思ってるんですけど、なんか人がどう思うかとか多分そういうの気にしちゃってるのかなと思うんですけど、誰か誘ったとか正直そんな気にすることじゃないし、誰かが誘わないと始まんないからさ、誰とも遊べないしさ、大事よ人との交流は。でなんか待ってたって来ないもんは来ないから、自分から行くしかないって
ていう時がね多々あります、人生で。なんかノリで誘える人間とか、人間いろんなタイプがあるじゃん、友達にも。なんかこう今日は遊ばないって言って遊べる人と、なんかこうこの日にこの日何時から遊ぼうってちゃんと決める人もいるから、それに合わせていくことが大事だと思うんで、どうしたらいいかって言われたら、もうね気にしなくていいから、もうその自分のメンタルの問題がそこはね、なんていうんだろう、人がどう思うとか考えるよりもこれを念頭に置いてください。人間関係ね、うまくいかないやつはうまくいかない、仲良くなれないやつはなれないから、で仲良くなれるやつは基本的にこう話しててわかるでしょ。それってさ、ちゃんとそこまで遊んでないとわかんないでしょ。気にしないで遊んできて。逆に言うと、人は大して自分のこと気にしてない。これを念頭に置いてほしい。深く考えてくる人って本当に親友ぐらいだから、もうね何も考えなくて、なんかこうもうなんだろう、手が勝手に動いちゃって遊びに誘っちゃってますみたいなレベルで、こう、あー久しぶりー、もう今度遊ばないみたいな感じで、もう全員に送ったらいいと思うよ。誰も何も思わない。だってその遊びたかったら遊んでくれるし、その時間がなかったら時間ないって言うし、てかなんかリップがこのままでも可愛くてちょっと困ってんだよね。マットのリップ塗るのやめようかなって思っちゃって今。まあでも今日マットにするって決めたんだ。ロム&このね、私これがお気に入りなんですよ。一回なくしかけてちょっと涙が出そうになった、ベタルタッセル18番ということで、これを塗っていきたいと思います。これがオーバーリップするのにめちゃくちゃいいんですよね。すごいでしょ、綺麗にねマットになるんですよ。わかります、この下にこうティントを重ねた後のこのなんて言うんでしょうね、綺麗なシワのないマット具合、ジコちゃんびっくり。可愛いんだけど、どうしたらいい？ちょっと海外風じゃない？オーバーリップすると。いや、いい色。いいの買って、これ1000円ちょいだよ。ブルベさん優勝リップみたいな書いてあったな。今日はもう可愛くてどうしたらいいのか分かりませんね。これぐらいのね、自信できたよ、私は。人生について。ヘラのね、キュリアスボーイっていうカラーだったかな。166番です。こちらはね、真ん中にだけ塗るっていうので、グラデーションしているのが最近好きだったんですけど。やっていきたいと思います。どう、良くない、優勝。はい、こんな感じですね、私の最近のマットリップメイク。てててん、完成。あとはマスカラを塗ることですね。こっからションションション。どんな人と付き合うべきなのか、すごいなんだろう、大きな質問が来たよ。結構大きな質問だよこれ。まあもちろん自分のこと好きな人だよね。いるし、お互いにリスペクトできること大事だよねって思ってるんですけど最近。っていうよりも、尊敬してないと舐め腐っちゃってさ、舐めでかかっちゃうよ、その人のこと。こいつあれだからなみたいな、どうせできないじゃんみたいな感情とかになるのが よろしくないから、尊敬できるし、こういうところできるとこすごいって思えるような人で、お互いこう高め合えるような人っていうのが私はいいかな、付き合うにはって思うんですけど、もちろん人格終わってるタイプとか全然いるのだ。そこ見抜くのはね、気をつけてほしい。最初付き合う時に見抜けない時とかあるんで、だからこう自分を追いかけてきてくれて、かつ信用してくれて、お互いに尊敬できる人みたいなのが私は付き合う時に見るところかな。どう、可愛くない、このメイク。どないどない、褒めていいよ、もっと派手めのなんかこう Go to メイクですね。こんな感じ、はい、雑談メイクお悩み相談編、長くなったけどこんな感じで終わりたいと思います。また動画のリクエストとかお悩みとかその他もろもろございましたら、下の方にコメントしてみてください。できる範囲で答えたいと思います。それではまた次の動画で会いましょう、はい。